あなたが僕の父を殺した。あそこにいるのは僕だ。誰なんだ。僕はこの人を知らないはず。これでよかったのか。そのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうが、その話には乗れない。お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。まさかあなたとこうして戦えるだなんて。この戦いが終わったらこの身のこなしただものではない。ヤツのレーダーは厄介だが、確実に始末せねば。お前は運命に選ばれなかった。好き放題してるのは昔から見てる。注意深く観察して行動しろ。だぜ。さすがに頼もしいな、今のあんた。もしやその格好で敵の注意を引くって作戦か。穏やかな性格かと思ったら、このパワーとんでもねえ野郎だぜ。食らったか。悪くねえな。無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし、俺たちには関係ねえ。穏やかな性格かと思ったら、このパワーとんでもねえ野郎だぜ。俺だと気づいただけでなく、年齢まで見抜くとはな。絵を描く前に拳をぶち込んでやるぜ。お前にもう一度会えてよかったぜ。